はい、怒るべきですよ。怒るし、ペースが狂ってまいりますね。もう一回ラリアット、おっと、左の16番生きていた、馬場の16番生きている。これだ、さあ深呼吸1番、さあ次なる組み立ては何か。さあスカッシャー木村はあくまでもヘッドバット攻撃、ヘッドバットでいきます。さあヘッドバットでいきます。さあどうだ、さあどうだ、猛烈な勢いでヘッドバットを打ってまいりました。あまりこれ打たれますと頭がしびれてきますね、山田さん。もちろんそうです。馬場選手、今日ちょっと使いませんね。おっとおっとおっと、ちょっと足から崩れ落ちた。もう一回、おっと、この体勢で32本いきました。足が長いですね。いきましたね、足が長いから届きますよ。届きました。足の長さをうまく利用する。もう1回転、今度は何か、馬場が、おっとネットブリーカードラップだ。世界を取ったぞ、ネットブリーカードラップ。もう奈落の底に突き落とした。勝負が、おっと、鶴見五郎ですか。鶴見五郎で出てまいりました。鶴見五郎が出てきた。勝負は今10分が経過したところ、ネットブリーカードラップとどめになるかと思いましたが、鶴見五郎にまず脳天チョップを打って場外に送り出す。さあここでババアラリアット、ここでジャイアントラリアットと命名します。そして思い切ってレッグドロップを見舞う、グロシンドロップを見舞って、これで効いた。ジャイアントラリアットからグロシンドロップ、この2連発がとどめになります。